術と教養を重んじる学校だから文部省の認可を受けずに独自の教育方針でやっている。あの大きな地震があってから12年、春が来る。桜の花が咲いて散る。靖国神社に、千鳥ヶ淵に、英国大使館前に。有楽町の駅前の空を鳩が飛んでいる。近くの新聞社が屋上から飛ばしている伝書鳩たちだ。駅前にそびえるのは日本劇場。すぐ近くには去年オープンしたばかりの日比谷映画劇場、有楽座、それから東京宝塚劇場。ビルディングの頂には東京宝塚劇場の文字、宝塚音楽歌劇学校校歌の五線譜をかたどったネオンサインがまばゆく点滅している。こけら落とし公演のレビューは話し集。オーケストラピットから調弦の音が聞こえる。バイオリン、ビオラ、チェロ、トロンボーンやサックスもチューニングをやっている。観客たちが真っ赤な布張りの椅子を埋め尽くしている。ゆっくりと舞台の幕が上がる。お祝い続きの春だった。おめでとう、おめでとう。3月10日、靖国神社の境内から花火が上がっていた。その日は私たちの陸軍記念日で、日露戦争30周年のお祝いだったから。万歳万歳万歳。4月には私たちの満州国皇帝がこの町にやってきた。私たちが満州国を建国して3年。私は小学校に入学する。私は7歳。私は6歳。おめでとう、おめでとう、おめでとう。かつて瓦礫が、死体が積み上げられたこの地面の上には、今真新しい道路が、真新しいビルが建てられている。私たちはこの町の地面の上を歩く。